チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はペンネアルバッフォ、バッフォっていうのは口ひげという意味らしいんですけど、これは学生たちにおすすめのパスタですね。材料は安く済むし、手軽で簡単、そして、仲間とワイワイと分け合いながら食べれるとというパスタですね。ペンネアルバッフォ、これを作っていきたいと思います。それではご視聴よろしくお願いします。ハム切っていきます。厚切りのロースハムが一番いいんですけど、なければ冷蔵庫に余ってるハム、何でもいいです。さいの目切りにしていきます。イタリアンパセリ刻みます。たまたまフレッシュのものがなくて、これは冷凍を使いましたが、できればフレッシュがいいですね。普通のパセリでも大丈夫です。ニンニク叩き潰して炒めていきます。オリーブオイルはちょっと多めで。まず強火で熱していきます。だんだんふつふつしてきますので、そしたら火を弱めてあげてください。じっくり時間をかけて火を入れていきます。焦がさないように気をつけましょう。炒まったら引き上げちゃいます。後で食べてもいいし、そのまま捨てても結構です。次はそのオイルで刻んだロースハムを炒めていきます。結構しっかりソテーして、表面が少し焦げるぐらいがいいと思います。ちょっと塩コショウで味を整えていきます。だいぶ炒まったら一回皿に引き上げます。この焦げに結構美味しさが詰まってますので、これは捨てないように。そこに生クリームを投入して、フライパンにこびりついた焦げ目をだんだん削いでミルクに溶かしていきます。トマトピューレを 50cc だけ先に加えます。じっくり弱火から中火で温めていきます。パスタの茹で汁にお塩を追加します。ペンネ投入、茹で時間は10分です。今回からパスタテボ導入しました。なんかプロっぽくてかっこいいですよね。残りの 50cc のトマトピューレを加えて、だんだんソースを仕上げていきます。刻んだパセリと、あとはロースハムも加えていきます。これで煮詰まったらもう完成ですね。はい、パスタ茹で上がりました。その前に塩コショウ、よくトマトソースにちょっと生クリームが入った
パスタとかペンネとかあるじゃないですか。でもこれって完全に逆なんですよね。クリームの中にちょっとトマトソースが入ってる感じ、まあ、割合で言うと2対1ぐらいでしたかね。なかなかね濃厚な感じなんですよ、ミルキーで。まあ、これがその学生のためのパスタって言われる理由もなんとなく分かりましたかね。別名真夜中のパスタっていうそうです。夜中にお腹減った学生が冷蔵庫の中の余ってる食材を使って、簡単にできて、なおかつみんなで分け合いながら食べれると、そういうのがなんかこのパスタの歴史らしいですね。僕はイタリアで学生やってたことはないんで知らないんですけど、おそらくなんか学生寮とか、まあ、共同で住んでるルームシェアしてるルームメイトとかと一緒にこう作ってワイワイ食べてるような、そんな感じでしたかね。はい、では今作ったペンネアルバッフォいただきたいと思います。どうでしょうか。初めて作ってみました。よくトマトクリームってあるけど、これは逆なんだよね。クリームトマトだよね。いただきます。うまいよこれ。面白い。これはいいわ。なんか深夜食堂って感じですね。夜中にみんなでなんか大量に作って分け合って食べるみたいな、そんな感じのパスタです。大変美味しいです。はい、ごちそうさまでした。大変美味しかったです。まあ、ちょっと大人向けに唐辛子を 2,3 粒入れたんですけど、まあこれはこれでまた美味しかったです。ってことで今日はちょっと聞き慣れない題名のペンネアルバッフォ、口ひげペンネっていうね、というパスタを作っていただきました。大変美味しかったです。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオ、チベディアモ、チャオチャオ。やばい、これ癖になりそう。マジうまいっす。